撤退をお願いします。このままでは殲滅してしまいます。バカなことを言うな。城壁が崩れたら鬼が一気に押し寄せてくる。そう言ったら終わりだぞ。撤退など絶対に許さん。調律師様が助けに来たぞ。厳島神社の神々よ、どうか戦死した俗人に安らぎを。どうか安らぎ俺がもっと強く、その勇猛なる魂が天に届き流星の導きとなり、永遠の世に終焉をもたらさんことを慎んで祈り立てまつる。ミツル兄さん、遅くなってごめんなさい。おい、俺はもうダメだ。お前が琵琶の弦を切れるほど弾いても助からないだろう。死ぬな。たとえ肉体が朽ちても空の向こうから見守り続ける。厳島の神々は俺たちを見捨てたりはしない。永遠の昼は必ず訪れる。私は王、厳島で生まれ育った。闇の中に生まれ、闇の中に時を過ごした。2歳の頃、一度だけ光というものを感じたけど、ほんの一瞬のことだった。それ以来、果てしない夜しか知らない。12歳になったあの日、じいちゃんからあることを聞かされるまでは。おんよ、厳島は永遠に夜に包まれる島ではない。必ず白昼が訪れるのじゃ。その時、厳島は世界で最も美しい場所になるのじゃ。じゃあ昼はいつになったら来るの？ついてきてくれ。厳島の天文と歴報は神々からもたらされた試練なのじゃ。数年ごとに長き昼が長き夜と入れ替わる。それぞれが島全体の生命に影響を及ぼしておるのじゃ。この神社には成立と歴報の秘密が隠されておる。うん、こっちじゃ。長き夜に入る。臨海の鬼らが厳島になだれ込み、ここを奪おうとするのじゃ。これが兄さんと姉さんたちが反抗軍に志願した理由なの？
祭壇と神社が占拠されてしまったら、この島は永遠の夜に落ちてしまう。体の弱い者から次第に衰え、動物も含め徐々に島全体が死に絶えることになる。鬼なんて大嫌い。兄さんも姉さんもそのせいで戦いに行かないといけないし、鬼がいなければのどか姉さんも生きて遊んでくれていたはずなのに。そろそろ出陣だ。恩はちゃんと隠れるんだぞ。みんな行っちゃうの？のどか姉さんみたいに帰ってこなかったりしない？大丈夫だ、余計なことを考えるな。おう、そんなことないもん。じゃあ律姉さんは？律姉さんものどか姉さんみたいに鬼に食べられちゃったの？みんな食べられちゃうの？何を言ってる。あいつはな、律は兄弟の中で最も優秀だった。お前が2歳の頃に病で亡くなってしまった。ただそれだけだ。あいつは裏切り者だ。俺たちの姉なんかじゃない。ミツル、黙れ。チェ、行かないとダメなの？戦わないとダメなの？この暗闇に光をもたらすためには戦わないといけないんだ。光はどうやったらもたらされるの？長き夜の間に亡くなった命が長き昼を召喚する力に変わるのじゃ。亡くなった一族の魂がここに集まっておる。神社に祀られておる琵琶を弾けば魂を集めることができると伝えられているが、あいにく亡霊の力を引き出す調律師がおらんかった。調律師？そうじゃ、流星群が流れる夜に調律師が祭壇に上がり琵琶を弾けば長き昼を召喚できる。私たちの調律師はどこに行ったの？調律師さえいれば長き昼を召喚できるよね。前代の調律師は大昔に亡くなった。長き昼はそう簡単に召喚できるものじゃない。聖章と歴法に従わずに琵琶を弾いてしまえば掟を破ることになる。掟を無視したせいで我々は長き夜に苦しんでおるのじゃ。その挙句先代の調律師は命を落としてしまった。あ、まさか。そうじゃ、お前の律姉さんじゃ。長き昼を召喚せし琵琶よ。我が一族の時代の調律師はお前なのじゃ。状況は極めて厳しい。これまでは城壁に守られて鬼どもの侵攻に耐えてきたが、重なる戦で城壁に亀裂が生じて崩れかけている。突破されたら
鬼どもは一気に攻め込むだろう。それこそ我が一族の終わりになる。人手を増やして修復に取り掛かるしかないですね。天地万物それぞれに天命があろう。じいちゃん、我が一族の命はここで尽きるか。打って出るしかない。打って出る。そうだ、こうなった敵の不意をついて攻撃をするしか時間を稼ぐ方法はない。具体的にはどうすればいい？この戦に勝ったとしても我々はどれくらい生き延びることができるのじゃ。わしに残された時間はわずか。御事様、時間です。用意した油と藁が役立ちました。門を開けろ。天霊なのか。無事か。鬼の骨で作った鬼火の松明よ。雨の中でも火は消えない。これで鬼は近づかないでしょう。もう大丈夫、今のうちに城に戻りなさい。何者だお前は。久しいな、リツ。随分と経つのにあなたは変わらないわね、ミコト。前を見て。いいから背中を私の方に向けなさい。声が戻った。これは王星虫、人の声を奪う虫よ。厳島にのみ生息して城壁の外の声を奪っているの。いつもあそこは怖いくらい静かでしょ。これは調律師を狙って仕掛けられた罠。つまり標的はあなたよ。ずっと城壁の外で生活してたんですか？ええ、ずっと外で鬼たちと生活してたわ。でもどうして。裏切り者呼ばわりされていますよ。もう死んだってみんな言ってます。確かに死んだわよ。ほら見て、水面に私の影が映らないでしょ。歴法の掟を破った私は魂が引き裂かれた。そのひとかけらが琵琶に付着したことで私は成仏できないまま仏様をさまようことになったのに。でも私はリツ姉さんに憧れていました。じいちゃんもミコト兄さんはいつも
リツ姉さんが兄弟の中で一番優秀だったって、あなたの琵琶が一番うまかったって。でもどうしてあんなことをしたんですか。こんな深い闇を招いておいて、のどか姉さんもみつる兄さんも死なせたの。私はリツ姉さんのことが許せない。おう、盲目に歴法を守るばかりでは多くの人を死なせるだけよ。誤った掟は変えなければならない。もう話すことはない。助けてくれてありがとうございます。じいちゃんが見た聖書が正しければ一族の運命を変えられるのはあなただけよ。おう、じいちゃん大丈夫？おん、今夜がわし最後の夜じゃ。大丈夫だよ、すぐ良くなるからね。天命は定められておる。じいちゃん、お前はリツに会ったのじゃろ。リツは実に不憫な子よ。調律師には呪われる宿命がある。リツが選んだのは最も険しい道じゃ。失敗した罰として、あの子は人でも鬼でもない姿になってしまった。あの子が白昼を召喚しようとした理由知っておるか。当時お前はまだ2歳、ひどい病を患っておった。長き夜の中、お前の生命力は削られておった。リツが幼いお前を救おうと神社に駆けつけて召喚の曲を奏でたのじゃ。私のために？わしらは家族じゃからの。お前が生まれたあの日、お前がリツに代わって調律師になることを聖書は示しておった。じゃがリツは。妹に不幸な宿命を背負わせるというなら、私が全てを終わりにして歴法と一族の運命を変えてみせる。リツは失敗してしまった。わしの命もここまでのようじゃ。10日後、星々の光が消える頃、城壁は打ち破られるじゃろう。一族を待つのは滅亡、または永遠の夜じゃ。巫女は最後までここを守ってくれるが、お前は海に出るのじゃ。琵琶は結界を破り、厳島の外まで導いてくれよ。宿命を覆し、自分の光を見つけるのじゃ。じいちゃん、生きるのじゃ。じいちゃん、you
巫女様、他の族人を山奥の洞窟に避難させました。ああ、それが我々の最後の戦いだ。島から逃げろと言われても、どこへ行けばいいの？ここは私が生まれ育った場所なのよ。それに一族のみんなも戦っている。逃げられない運命だとしたら、私は調律師として立ち向かわないと。逃げろ。私はもう死んでるのよ。どうして助けに来たの？兄が妹を守るのは当然だろう。あの時お前がしたようにな。恩は任せた。白昼だ。いけない、夜の新様が来る。歴法を変えなければ一族の運命は破れない。私のやるべきことをしなければ。神々の掟がどうであろうと、昼を召喚しなくては。みんなを解放するために。してたの。バカね。私たち家族でしょ。私ができなかったことを成し遂げたのね。誇りに思うわ。あなたが奏でたのは白昼を召喚する曲ではない。聖書を変えて歴法を再構築させる曲なのよ。亡霊たちの力を引き出すのよ。姉さんの魂がきっと力になるわ。これが皆を宿命から解放できる唯一の方法。あなたにしかできなかったことよ。もう立派な調律師よ。オン、全力を込めて歌いなさい。
全ての亡霊の力をこの身に宿して、大地に眠る同胞よ、私に力をください。ただの神使いでは足りない。私たちが欲しいのは勝率なんかじゃない。奏でるのは厳島を司る新たな旋律を奏でるんだ。この体、この命、掟そのものに私がなろう。これより私はこの琵琶と一つに島の不幸を終わりにする。見ろ、夜明けだ。神だ。新たな成立となる。空で皆の営みをこれからも見守ろう。我が同胞よ、この希望を忘れずに生きなさい。これがあなたの物語ですか。厳島の成立と法暦を司っていたにもかかわらず、今日の民は信仰心を失い、あなたの名前さえも忘れてしまったようです。でもいつか再びあなたの名が謳歌されるでしょう。気になる。